エーテル時代のシュタイナー、皆さんこんにちは。今回はエーテル体について少しスポットを当ててみたいと思っています。シュタイナー思想の中でのエーテル体の理解というのは少し他のスピリチュアルな世界観とは違うのかなと思うんですね。で、そのあたりも含めてお話しできればいいなと思っています。興味のある方はご覧ください。まず、エーテル体というと、生命体という別名がついていますので、そこからイメージできるように、人間の生命活動を根本から支えている構成体ですよね。物質体というのは常に死に向かっていますから、エーテル体が肉体に浸透していることによって、肉体をまたある意味再生させている。そう。で、それ以外にもエーテル体の働きで、より高次なエーテル体の働きっていうのがありますよね。で、最初の生命活動としてのエーテル体の活動が一部、工事の精神的な活動のために活用されていくんですね。で、それが思考活動、あと記憶力の発達につながっていくんです。第27年周期ですよね。だから7歳から14歳までの間っていうのが、いわゆるエーテル体の発展の時期になりますので、その時期が始まる頃に私たちは、子供として小学校に入学して学びっていうのを始めるわけですよね。で、その前、7歳までの前っていうのは、やはりエーテル体は物質体、肉体の成長を完全なものに、まず第一に完全なものにするために一生懸命頑張っているんですよね。で、それにエーテル体は集中していますので、そこではまだあまり学びっていうものにエーテル体の力を使っていかないっていうことが重要だっていうのが、まあ、シュタイナー教育的な考え方のベースになっていると思うんですね。で、人それぞれ、その子供によって潜在的に持っている特徴、癖、習慣性、そういうものが違っていますよね。で、それがまあかなりこの第27年周期のこの7年間ではっきりと現れてくるんですよね。で、その一人一人のエーテル体の中に入っている情報っていうのかな。で、それの違いによるものなんですよね。で、4つの気質っていう考え方がありますよね。胆汁質、粘液質、憂鬱質、多血質か。で、この4つがどういうパーセンテージで混合しているのかっていう、そういう考え方でエーテルの気質のその違いっていうものをまあ表現する。そういう考え方がありますよね。そのエーテル体の中に入っている情報の違いをこう表現する、そういう一種の試みであり、助けだと思うんですよね。ですので、エーテル体っていうのは、私たちが自分ではあんまり気がつかないような深いところにある、まあ一種ちょっと潜在意識的なところにもつながるような魂の場所にある情報ですよね。そういうものをエーテル体は担ってくれているんですよね。で、それによって私たちが過去生でいろいろ体験したことの情報っていうのかな、その一つ一つの過去生での体験っていうか記憶っていうものは失われていきますけれども、その体験から受け取ったその一種の結晶的なものですよね。それがまあ情報としてやっぱりずっと残っていくわけですよ。で、それを記憶してくれている、それによって過去とのつながりが保持されているっていうことでもありますよね。
一種なんかコンピューターとかが、いろいろな情報を蓄積していくじゃないですか。それと基本的には同じような、働きを純粋に霊的にエーテルという実質によってやってくれているのが、このエーテル体なんですよね。で、そのコンピューターとかの違いはやっぱり表面的な物質的なそういう情報じゃないっていうことですよね、エーテルの場合は。そのあくまで物質的な情報は失われていくけれども、そこから純粋に霊的に残ったそういう情報を保持してくれている。エーテル体っていうのは、もっと深い部分での魂の習慣性っていうか、そういうもののあり方を結構決定しているわけですよね。というのは、普通だったらね、アストラル体にまずいろいろなことが働きかけられて、で、そのアストラル体が何度も何度も同じようなパターンで繰り返し反応したり考えたりとかすることで、それが習慣性になってエーテル体に残っていく、で、エーテル体にまで影響を及ぼしていくっていう感じなんですよね。ただ、もう最近では、例えばね、コロナウイルスの流行とかで、エーテル体のその生命体というか生命力に直で働きかけてきてダメージを作っていくような、そういう、ことが起こってきていると思うんです。で、コロナウイルスの後遺症とかの、症状を見ていますとね、本当に人それぞれ全然違うじゃないですか。かなり人によって症状がバラバラだっていう特徴があるみたいなんですよ。それをどういうふうに治療していったらいいのかっていうことが分かりにくいっていう、そういう問題が出ていますよね。で、そのあたりを見ても、エーテル的な体質の違いがこう前面に出ていて、直で物質体に行くっていうよりも、エーテル体にダメージを与えているなっていうふうに思えるんですよね。一般のお医者さんでも、コロナ後遺症の人たちに向けていろいろなアドバイスがされている中で、エーテル体をまた強めるっていうか、力の底上げをするような、そういうアドバイスがされているなっていうふうに感じるんですよね。規則正しい生活をして、生活にリズムをつける、バランスをとった生活をするとか、そういうことって本当にエーテル体をこう強めていくっていう、そういう、働きがありますよね。シュタイナー思想の中では、そのアストラル体とかエーテル体とか、そういうものをあまり外的なやり方とか方法とかで変容させたり、こう浄化したり、そういうことをしないっていうことですね。で、いかにして超感覚的世界の認識を得るかっていう本の中でも、シュタイナーが本当にありとあらゆることを書いていますけれども、その中で強調しているのは、すごく内的な、人間の内的な営みっていうか、魂的なそういう力を変容させる、それをより良いものっていうか、バランスの取れたもの、調和したものにしていくことによって、アストラル体とかエーテル体を変えていく、変容させていくっていう、そういう方法なんですよね。で、外的なことによって、ヒーリングとかっていうようなアプローチっていうのは全くされていないんですよ。私、そこが結構、シュタイナー思想の重要なポイントだと思うんですよね。今、エーテル体っていうものがどんどんいろいろな、ね、影響にさらされていると。で、それでじゃあ私たちはこれから現代とか未来にかけてどういうふうにそういう、ね、危険とか危機っていうのを乗り越えていけばいいんだっていうことになるんですけれども、いわゆる知的な
学びにエーテル体の力がこうあまりにもね集中して使われていくと、エーテル体が一種痩せ細っていくと思うんですよね。で、本当にエーテル体がいい意味で学びを作っていくためには、エーテル体の栄養となるようなものが必要なんですよ。それはまあ、芸術とかクリエイティブな作業だったり、そういうこともあると思うんですけど、特に重要なのが、やはり、この7歳から14歳までの間に、本当に尊重の念、畏敬の念、周りの、子供たちとか人たちとか大人とかを、尊重する、尊敬する気持ち、周りに対する思いやりの気持ちとか、その本当に心から感謝を感じるような気持ちですよね。そういう気持ちっていうのはすごく生命体を強めるんですよ。それでいろいろ受けてきた恩恵に対しての感謝ができないっていう、そういう、まあ、習慣でいろいろなことが当たり前で、これを得て当たり前だっていう、そういう考え方がね強くなりすぎるとね、エーテル体は力を弱めていくと思う、なんか再生する力が弱まってくると思うんですよ。そういう思考とか記憶力とか、そういうものの元を作っているのもエーテル体ですし、で、そういう意味で私たちの時代っていうのは、このエーテルっていう領域とやはりすごく馴染んでいっている、時代だと思うんですよね。コンピューターとか、AI とかを通じてね、こういういろいろなことがコンピューター化してきている中で、人間って一体何なんだっていう、で、コンピューターと人間のエーテル体の違いっていうのは何なんだっていうことにどんどんなっていくんじゃないのかなと思うんですよね。これからすごく重要になってくるっていうのが、もう決定的なコンピューターとの違い、それはやはり尊敬の念とか尊重の念、畏敬の念、そして何かを素晴らしいことを素晴らしい、美しいことを美しいと思える、そういう心、そして自分が得ているいろいろなことに対する、感謝の気持ちですよね。何か自分にはこれこれこれをもらう権利がある、これこれこれを得る権利があるっていう、もちろん権利、私たちがいろいろな権利を持っているとか、そういう権利を主張するとか、それも実際エーテルの領域のことなんですよね。でもそこにあまりにも感謝の念っていうか、そういうものが欠けてくると、自分が権利を持っていて、その権利を当然だっていう、そういう気持ちが強くなっていくと、やはりエーテル体って弱ってくるし、影のようになってくるんですよね。で、輝きが失われていく。そしてそれと同時に生命力、本当に純粋な生命力っていうのが落ちていくんですよ。で、私たち人間がコンピューター化していかないためには、やはりそういった純粋な人間のエーテルの力ですよ。私たちのエーテル体の生命力がどんどんこれからも輝いていくためには、子どもたちの発達にとってすごく重要な、そういう魂の力が私たち大人にとってもすごく重要だっていうことなんですよ。で、それを忘れちゃいけないんじゃないのかなっていう、これからそういう力が本当にすごく重要になっていくと私は思います。今回の動画いかがでしたでしょうか。エーテル体というのは、明確に、そして意識的に説明をしようとすると結構難しい構成体だと思います。皆さんの理解に少しでも貢献できればいいなと思います。今回も、動画最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできれば嬉しいです。さようなら。